吉田リオンは、日本の女性歌手。名前の、リンの字は、作りの下が、示せの、リンではなく、のぎの、リン。2017年現在、ソロシンガーとして活動しているほか、バンド、マギコピーライトペパーのボーカル、ラッププロジェクト、リンネ、ヒップとしても活動している。北海道札幌市出身。所属事務所は株式会社号プロジェクト。2014年11月5日、 ノーナリーブスの西寺、ゴーフトシプロデュースによるシングル、恋のサンクチュアリ。で、ビクターエンタテインメントのアイドル、ガールポップ専門レーベルバージョンムーシクからメジャーデビュー。11月24日には、原宿アストロホールで、ファーストワンマンライブを開催した。2015年に出演した映画、女子の事件は、大抵トイレで起こるのだ。で、共演した青葉順と、 期間限定のアイドルユニットズンネフロム JC、シブ C を結成。ポニーキャニオンから14歳の教えてで2015年11月18日デビュー。同ユニットは14歳が終わるまでの期間限定とされており、12月11日に吉田が15歳の誕生日を迎えたことにより12月13日に解散した。2016年2月16日、吉田リオンに 新メンバーとして西寺との村田茂が加入。吉田リオンはバンド吉田リオンのボーカルギターとして活動することが発表され、3月31日に大カ山ユニットで行われた吉田リオンワンマンライブで初披露された。4月13日、山形智也、杉田美を加えてバンド名をマギコピーライトペパーとすることが発表された。 2017年4月12日、マジペパー初のアルバム、ティルディスコをリリース。また、2016年には、DVD マガジン、アイドルヌジングボリューム2の企画で、イーチケットプロダクション楽曲による、リンネラップを歌唱。2017年1月に、リリースされた、イーチケットプロダクションのアルバム、イーチケットラップショーでは、リンネラップに加え、続編となる、 リンネラップにも収録されている。さらに、ラッププロジェクトリンネヒップを指導。2017年3月には、ミニアルバム、ウラゲンウェイ、EP をリリース。ありがとうございます。